縁切るわ。お疲れ様です。お疲れ様です。本日ちょっと社長一日つけてみようぜっていう提案が出たんで、気になるでしょ、ぜひ。確かに気になるでしょ確かに休日ですからねまあ今からこの3人で、まあ社長がなんか11時に免疫ってなんかスケジュールが入ったんで、まあそこを全部ちょっとついていってみようかなんで、1日言うても今日休日なんで、ただ1日何してるの、何してるのか知りたいってあの視聴者さんからもコメント入ってたんで、俺もすげえする気になった俺もすげえ気になった個人的に。まあちょっと、ね、変なとこ行ったら嫌っすけどね。じゃあとりあえず社長ちょっとつけていきたいと思いますんで、カメラマン、はい、カメラマンね、カメラマンぜひよろしくお願いします。じゃあ社長の尾行までレッツゴー。免疫の方に本当向かってますね。マジで打ち合わせなんですね。休みだろ、今日。本当に仕事しようんですかね。なんか逆にヘッとか入ったら面白いですけどね。それはないだろそれは面白いな。ただショック受けますけどね、僕らはそれは面白い。アポって書いてあったんで、もうな誰かしらと会うと思うんですよ。それはもう間違いない。まあ間違いないと思うんですよね。アポ打ち合わせって書いてあったんで、ただ誰と会うかですよね。本当に仕事の打ち合わせなのかプライベートなんでしょうがないですけど、もし例えば女の子と会うとかなったら面白いじゃん。面白いですよね。それこそ突撃したいですねでも打ち合わせ免疫ってことは本当なんですよ。案外真面目にやっとんのな。案外真面目にやってますよな。なんか思ったらチャランポランかなと思ったら、日曜日出てこないですけどね。日曜日はもうそのやっぱもう自分の時間っつって昔からですもんね。まあ、ちょっと化けの歯、あの皮剥がしたいですね。確実に俺だったらもう気づくけどなミラー見て気づいとるかもしれない。もしかしたら気づいとんすかね。気づいとったら多分降りてくると思うんです。まあそうかか電話してくるかっすね。え、どこ行くんすか。駐車場なんすか。あ、じゃあ本当になんか仕事しとんすね。あれ、本当だ。え、ホテル P って書いてありますよ。ホテル P って書いてあるよ。マリオットホテルっす。どら洒落たとこ来たなこれ。え、なんすか、何するんすか、あの人。仕事っすか。本当に打ち合わせなんすかね。仕事したんすね。意外に休日でも僕らだけですか、こんだけ遊んどんのやっぱホテルのパーキングだ。本当っすね。出てきたっすね。長かったっすね。長かった。1時間、1時間経つことなんかです。どこ行くんすか。言うても案外休日仕事してますね、この人。しとるな意外に遊んどるだけだと思ってましたけど。どこに向かっとんすかね、この人。本当にバカですよね、気づかないですよね。バカだろバカだろ案外多分見ないっすよね。いや、俺分かるけどさ。マジっすか。分かるだろ。どこっすこれ、10枚公園っす。いや、曲がったらオフスになる。どうします、職務行ってたら。ないなさすがにそれはないな。もう俺多分行っとったら縁切るわ。オフスだ、オフス。あ、入った入った入った入ってる入ってる入ってる。やばいな、バレる。大丈夫大丈夫です。大丈夫です。行きましょうか。出発したっすね。何やってますか、この人一人で。マジで大須だぜな。何すんの大須で。わかんないっす、やることないっすよ。だってな、すごいとこ来たな。しかもまあまあカメラ持ってこの人がみんなから見てくっていうのすげえ俺恥ずかしい。タピオカ食ってるっすタピオカ買ってるっすね。並んどるよひどいな。まあまあ僕自分の社長として恥ずかしいんですけど。ええやだ。病気なんて飲むんだな。俺こんだけ結構付き合い長いから初めて知った。でもなんか僕聞いた話なんですけど、病気飲むと髪の毛生えてくるらしいです。無理だ。あの質は無理だわ。視聴者さん、あのうちの会社長本当はこんなんじゃないんで、多分今日なんかおかしいですよ本当に。タピオカから出てきた。なんか飲んだ。出て気持ち悪いや。出て気持ち悪い。マジ気持ち悪いだろあれ。どこ行くの。あ、ない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 。何やっとる。何やっとる。ただのナンパやん。ナンパっすね。あれただのナンパだろ絶対。メイドナンパしてるんですよ。やばいでしょ。やばいところの詐欺じゃないですよ。何やれ。何をしてんのあれ。アホですよ。なんかさ、でもそもそも多分目的があるんだろう。お寿司な、何が目的だろう。タピオカ、何がしたいんですか、ね、タピオカ。あ、多分もう帰るっすねこれ。何しに来たんですか。タピオカ、本当にタピオカだけか。タピオカなんで、なんかメイドと何電話番号交換して。何を目指したんだ彼は。出た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 。
あれどこ行ったっすか。あ、あった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 。どこ行くんですか。ユニクロあいつユニクロとか着るんすか。え、どこ行くんすか。うわ、ユニクロあの人、まあ俺金しか持ってねえとか言っとる割にはユニクロとか行くんすね、庶民的なところ何やってるんですか、あの人。まあまあ今日ちょっとおかしいっすよ。なんか、何あんな金持っとる金持っとるっつってユニクロ入るとちょっとショック受けるっすよね。長いっすね。長いっすね。出てきた、出てきた。あ、出てきた、出てきた。まあまあ大きい紙袋持ってますよ。なんか買っとんだ。なんであんな堂々と歩くんですか。何かがあれ。何やってんすか、社長。青になったっすね。青にも気づくこの人、ね、こいつ信号が青にも気づくまあまあたまにありますからね。なんかずっと前見てんのに青になってもずっと気づかないんですよ。普通に喋っとると俺がびっくりした。これ俺確信した。絶対俺気づかれんわ。気づかれんすか。前前の信号すら気づいてないですもんね。次は、あ、でも会社方面に向かってますね。満喫したんだな、だから満喫した。休日をタピオカ飲んでユニクロ寄って満喫したんだな。本当にこれこそ後で突撃するんだったら俺ちょっとマジで尋ねたい。大須にあれは何しに行ったのか尋ねたい。でもなんか紙書いちゃったじゃないですか。メイドの番号聞いてたっすよ。だからくどい取ったっすよ。まあまあやばいっすけどね。くどい取ったら系列するの目的はあるだろ。ないんか。本当にタピオカ行きたかっただけタピオカがタピオカ飲んどるようなもんだぞこれが休日の過ごし方っすか。ルーティーン、ルーティーンっすね、多分社長クソつまらない一日過ごしとんなだから平日だったら従業員と飯食いに行くんすよ、多分休日でこんなクソつまらんもんです。クソつまらんもんじゃない。家っすね。家、家だな。家に帰りましたね。突撃しますか、ここら辺で。とりあえず突撃。聞きたいことがたくさんあるから。そうです。とりあえず聞いていこう。とりあえず突撃したいと思います。こうします。俺らのやったこと中学生だよね。はい。社長。あ、すいません。すいません。どちらですか。すいません。ちょっと出てきてもらってもいいですか。お前出ないじゃん。いや、あの隣の者ですけれども。嘘つきな、お前出会い道だろ。いや、ちょっと社長何しに来た。いや、ちょっと遊びに来たんすね。暇かなと思って、社長が。はい、いいっすね、来てください。出てきてください。ゆたくんも連れてきたんで。お疲れ様でした。いや、ちょっと聞きたいことがたくさんあって。お前、お前聞きたいこといっぱいある。聞きたいことがあって。何でも分かった。はい、隠れてたの。そうです、隠れてたんですよ。ここら辺で張ってたんですよ、社長がいつ帰ってくるから。いろいろ気になることがあったもんで、俺あれ、打ち合わせ行ったんですか。今日打ち合わせでしょ。今日休みっすよね。打ち合わせ行ったんです。どこに行くの。マジで。いや、なんとなくです。お前、つけ回しとった。その後どこ行ったんですか。その後どこ行ったんですか。免疫の後です。押すか。タピオカなんて。押すか。俺つけとった。俺さ、びっくりした。ちょっと待って。俺が聞きたい、マジで。違う、俺がマジでって聞きたいから。タピオカ飲んで、ずーっと撮ってたんじゃん。お前ちょ、参ってよ、お前ら昨日から。参ってよ、ほんと。いや、お疲れ様。社長、どうしたんですか。何かあったんですか。タピオカなんかなんで。タピオカってなんで、どうしたの。ちょっと飲んでみようかな。僕、見てたんですけど、みんな周り目点になってましたからね。俺も気づいてた。どっか取った。いや、まあまあ、タピオカ取った。いやいや、それだけで。その後何した。タピオカの後どうしたの。自白したほうがいいっす。あれ何。え、ナンパっすね。ナンパじゃないって。いや、絶対撮影許可取れますか。声がそれもあったもん、絶対。絶対嘘。どういうことですかね。その後になんか、甲冑の店も行った。あれ、甲冑ですか。僕、絶対だと思ってました。甲冑の店、どこ狙いで、まあ、ついでにタピオカ飲んでみようかなとか。あのレンジャーが黒砂糖、黒砂糖なんて。黒砂糖。その後が僕一番笑ってたんですけど、なんすか、どうしたんすか。なんかジムずっとこうやって。何が気になった。気になったジム。大きいよ。その後ユニクロ行って、なんかユニクロどこだ。ユニクロ。あれ何買った。何買ったのあれ。ユニクロでパンツとか靴下。いや、やっぱそうですね。ずっとつけようか。ずっとつけようか。そう、もうずっと。だから、もうあれからあれから朝か。11時免疫だけど、13時
じやから、いやもう疲れた。で、言うて別に大して面白くないっていう。全然面白くない。社内の会話全然ないですよ。マジで決まったらそういうのぐらいじゃない。言うてなんかこういろんなのあるかなと思ったら。タピオカ飲んだらいきなり縁切るわとか社長のルーティンとか言って、視聴者さん見ない方が多分いいですもんね。社長の休日がいいと思った人はぜひチャンネル登録といいねお願いします。言うとおじさん一人でタピオカ飲んでますからね。タピオカ飲んでますからね。出れなかったもんね。待てチャンネル登録ね。待てチャンネル登録といいねお願いします。また見てね。Yeah.